はい、こんにちは、吉谷さん。私はね、独立するんだったら月収100万って目標値じゃなくてスタートラインの最初の一歩だというふうな気持ちでずっと20代の頃からやってたんですよね。だって独立する時の所得とその他の社会保険とか将来の貯蓄とかっていうのと、サラリーマンとして得られる現金としての給料と現金以外の福利厚生というね、見えない給料とかね、社会保障って考えたら月収20万とか30万イコール独立した人の100万円って同じだと思うんですよ。そういうふうな計算しか私は成り立たなかったんですよね。で、前回お話したように、なんと言いますかね、生涯賃金が3億円とか、平均年収が3億円作るんだったら750万で40年いかないといけないとか、あと実際に年齢イコール月収だと、それがね、480万円ぐらいにしか平均しての月収としてはならない、年収としてはならないってことを、これ小学校5、6年生の時に、思いついたって話しましたけども、思いついた、気づいたというかね。で、私はその時に、みんなそういうふうなことは気づいてるだろうと思ったんですよ。これ例えて言えば、そうですね、サッカーの時間が90分あって45分終わりました、休憩しました、後半は45分とあとロスタイムがありますよねっていうふうに誰でも考えるぐらい当たり前のこととして、私はこのね、生涯賃金3億円っていうモデルとか、定年退職まで、40年ぐらい働くみたいなところとかね、月収イコール自分の年齢みたいな、この話を聞いてそういうふうに思ったんですよ。だから多くの方がこれを思ってるだろうなと思ったんですよ。そうなると月収100万って別に高くなくて、月収100万で12ヶ月いくと1200万かっていう形で、定年60歳までとしたら、だいたいこれでね、51歳か2歳までで、生涯賃金3億円達成して、残りの7、8年っていうのは万が一の時のための保険ですよね。勤務がずっと続くわけじゃなくて、7、8年ぐらいトータルで働けない期間もあるんではないかなとかね、働かない期間、いや、バカンスに当てる期間もあるかなと思ったら、そういう発想になったんですよ。ですので、私はだから20代の時に月収100万の道筋っていうのは見えてたんですけど、逆に言うと、それが見えずに生きてる人の感覚っていうのが、私にはないっていうんですかね。なんですかね、これ、だから40代くらいで、所得がね、15万とか20万っていうのがどれだけ恐ろしいことかというのと、あとは税金で引かれる金額がどんどん増えるってことがどんだけね、無力感っていうんですかね。税金っていうのはだから結局やればやるだけ増えていくって感じ、取られるが増えていくっていう形なんで、やってらんないんですよね。だからそういうのを込みで、どんな収入源を自分が選ぶのかとか、例えば女性だったらこの人に自分の所得を任せて大丈夫なのか、要するにその旦那の給料が自分の生活の全部を作るっていうのがすごくリスクだから、どういうふうに付き合っていくのかなっていうふうに考えていくとか、逆もあるんですよ。逆もだから、逆玉っていう言葉もあるように、男性が女性に養ってもらうっていうのは別に全然変な話じゃないと思うんで、そう考えた時に、じゃあ自分の所得はないけども家計ね、家の所得していくらぐらいっていうのを作ればいいのかなって考えたら、一人の時ですら月収100万ってこと考えてるわけですが、二人だったら月収200万でも別におかしくないなと か、 子供が生まれましたったら月収300万400万ぐらいでも別に高所得ではなくて、自分の人生をきちんとデザインするためには、しかも小学校の時の先生が生涯賃金3億円ですよって軽く言ったのと考えてみても、変な話じゃないかなと思ったんですよね。一人が生涯賃金3億円ですから、二人で暮らすんだったら合計6億円いるっていう話なんですよ。で、子供がいるんだったら、多少ね、半分に見積もっても、4人で暮らすとしたら、9億円とかっていうのを簡単に弾かれると思うんですよ。で、お父さんしか働かないとしたら、お父さんじゃなくてもお母さんしか働かないとしたら、一人しかね、家の中で働かないとしたら、一人で9億円を背負っていくっていうのは、誰でも考えられることかなと思ったんで、そういうことを考えるとね、営業会社を立ち上げた時に単価ってのも逆に決まってくるわけですよ。だから2万5000円ぐらいを結局はいただくことになったんですけども、4人の方から1日、10万円、ね、2万5000円かける4で10万円っていう形もそれほど無理な話じゃないかと思ったんですよ。で、現実そんな高い給料をもらえるわけないと思ってる人に、言えることとしては、実際にそれをやってる人がいたり、その一人が私自身だったりすることを考えると、最初に何を考えるのかなっていうところがすごく大事でね、
みんなが月収20万とか年収400万だから自分もそれでいてしょうがないよねって考えるのか、いや世間の数字とかより多数の多くの人が10万人100万人が月収20万だろうが年収ね400万だろうが関係ないと、自分はこれだよっていうのがねあってもいいんじゃないかなと思うんですよ。そういうところから私は全ての単価とかねビジネスの選択っていうのは来てるかなと思います。まあ、ですのでその基本的には時給がね1万円以下のことってのはやるべきではないかなと思ってるんですよ。もちろん時給が1000円のものをやってもいいんですけども、そうなると10時間とか20時間を1日の間に割かなくてはならないんで、やっぱりね1時間とか2時間に対して1万2万は作れるような力はいるんだろうなと思うんですね。でその力をつけるために、まあ、進学ってのがあると思うんですよ。でそういう力をつけてくれそうなところに進学しないといけないかなとも思いますしね。で実際自分がいろんな進学のコースとか資格のコースとか選んだとしても、そのまあ何て言いますかね、報酬が得れないとしたらそれは自己否定するべきではないかなっていうふうに考えて、麻雀ってやっぱりダメだなというところにたどり着いたんですよね。飲食店もこれはダメだなと不動産事業も一見よく見えるんですけども、不動産ってのはねただ働きが多いんですよね。最終的なサインが取れなければ半年とか1年とかかけた案件っていうのがゼロになるわけですから、何をやってたんだろうって感じですよね。で基本的に不動産って経験したからって言って力が上がるもんでもないんで、本当に行き当たりばったりギャンブルみたいな仕事だなというふうな感じですよね。はい、いろいろと話しましたけども、これがまあ私のね振り返っての、まあ今に至らないまでのね、39歳までやってたビジネスの考え方と形かなというところでございますね。